総人です。原宿系総人です。今回やるのはこちら、謎の自販機氷点下の三ツ矢サイダーということでね、マイナス5度買っていきたいと思います。キャップを開けたらすぐにお飲みください。ご家庭内の冷蔵庫に入れないでください。回線時に中身が凍り出し溢れ出す場合があります。衝撃を与えたり振ったりしないでください。容器が結露しやすいのでご注意くださいということになっています。でこちらですね、これが氷点下の三ツ矢サイダーということで、ここだけが氷点下マイナス5度なんですかね。430ml のペットボトル、ちょっと少ないですね。で110円に抑えた。確かに。いやす、どんくらい喋っとるの。オープン。デュデン。気に入りすぎでしょ、さっきそれ。これ凍ってないですよ。あれ開けたらいくのかな、プシュッと。どうでしょうね。どうでしょうね。3、2、1。お、若干来てる。映るかな。若干来てるけど見えるかな。あ、凍ってる凍ってる。ほら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 。え、見える、見えますよこれ。見えてます見えてます。すごくないですか。でも開けたらすぐ飲めって書いてますよ。あ、じゃあ飲みますか。うめー、めっちゃうめー。やっぱ普通の三ツ矢サイダーよりブドウじゃないですか。そっち、うん、この氷点下の方聞きたいんですけど。氷点下もう最高です。もうナンバーワンの自販機です。これ量産してほしいですね。ちょっとここにしかないですね。難しいですかね、うん、朝日さんのちょっと高コストをかけた素晴らしい自販機なんですかね。ここの部分だけね。うん、うまっ。だってシャーベットになってるよ。ちなみに振っちゃうともうダメなのかな。冷たくて持ちにくいですね。へえ、うん、やばくないですか、シャーベット。これ一時期コーラで流行ったじゃないですか。なんか、はい、コーラシャーベットみたいな、うん、それを自販機でできるんですよ。ほらめっちゃ凍った。真夏にはぴったりの自販機です。というわけでいかがだったでしょうか。短かったんですけどね。アサヒソフトドリンクの氷点下三ツ矢サイダー自販機でした。ぜひ、ね、皆さんも見かけたらやってみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃおすすめです。この夏にぴったりの自販機だと思いました。それではこの動画面白かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。良い夏休みを。バイバイ。